中尾育子は、日本の政治家。元長崎県後藤市長。元福江市議会議員。長崎県初の女性市長である。父親は、長崎県知事を務めた、久保館一。長崎県南松浦郡三楽町出身。長崎県立長崎東高等学校卒業。長崎県庁に入庁。1990年9月、福江市議会選挙に出馬し。 初当選。以後、同市議を4期務める。2004年8月1日、福江市、南松浦郡富江町、南松浦郡玉野浦町、南松浦郡三井楽町,町、南松浦郡岸区町、南松浦郡鳴留町,町の合併により、後藤氏が発足する。それに伴って、同年9月5日に執行された後藤市長選挙に、無所属で出馬。 前長崎県議の平山原氏を破り初当選。得票数は中尾18,800票。平山12,507票。投票率は83.17%。2008年8月24日執行の同市長選挙に出馬。社会福祉法人理事長の上野浦文造を破り2期目の当選。得票数は中尾 16184票、紙の裏11910票、投票率は78.52%。2012年3月9日、人気満了に伴う市長選に立候補しないことを表明した。ありがとうございます。